안녕하십니까. 안녕하세요. 今日はね、偶然スマカンをやってるっていう方がミレにいらして、直接お話を伺って、動画で撮ってもいいっていうことですので、動画でお話を伺うことにします。スマカンの何を今撮ってらっしゃるんですか？今は中級の位置を受講しています。ああ、習慣化に役立ってるでしょうか？そうですね、毎日あのメールが届いて、あの YouTube のリンクを押すので、毎日あの欠かさず見れるようになりました。よかったです。どんな勉強法、スマホですか？はい、そうです。スマホで、はい、どんな勉強法、毎朝自宅で、それとも電車で？電車で。あ、電車で。で、家に帰ってからもあの動画を見ながら発声練習ですね。おー、すごい。そして、まあでも1回だけなんですけども、その後テキストを開いて、あのスマカンで見たことを書き込んだりとかしています。ああ、いいですね。スマカン見ながらブツブツ言うとか。そうですね、はい。そう、やっぱりね、お家だとちょっと発音できるの で、ね、一緒にブツブツ言ってもらって、はい、電車の中ではちょっとしにくいので、うんうん、はい、スマホで見たらあの文字見えますか？あ、文字はちょっと見えにくいところもありますけど、それを、まあ、テキストを見て、うんうんうん、はい、今まで見てきたスマカンの中で印象に残っているような回ありますか？と、各科の復習回ですね。であのどんどん日本語と韓国語とスラッシュリーディング、そう、日本語がバン、あ、クイックレスポンスですね、です出てくるので、うん、授業を受けてるような、そうそうそう、臨場感があります、ね、うん、日本語がバンと出てきて、はい、読んでください、はい、はい、韓国で言ってください、はい、で、しばらく間を置いて、はい、私が韓国で言ったりしますからね、はい、まあ、ついつい、えってこう言ってしまう。そうです ね、結構覚えていないものなので、うん、うん、そうそう、はい、まあ、すごい良い練習になります。いいですね、うん、じゃあ最後に、スマカン、こんなことがあったらいいなとか、何かご要望がありましたら。中級を、まあ、1,2,3 と受けるつもりなんですけど、その後トピック講座とかもできればチャレンジしたいんですけど、うん、どういうものなのかっていうのを、うん、あの、うん、まずサンプルみたいなのを見れたらいいなと思います、うん、はいはい。今までもね、サンプル動画ちょっとずつあの切ってやってるんですけど、まあ5秒とか10秒とかね、そんな感じだけしかやってないので、一度なんて言うんでしょう、公開レッスン版ね、10分なら10分無料で皆さんに見ていただけるようなトピック対策動画を一回作ってみます。あ、はい、そういうのが見たいです。はい、はい、楽しみにしててください。今日はどうもありがとうございました。カプサンダー。